黒木博恵は宮崎県出身の元プロ野球選手。ポジションは一塁手、外野手。太陽ホエールズで活躍した黒木元康は実定にあたり、1960年には太陽でチームメイトとして所属した。高鍋高校在学中は甲子園出場なし、1951年夏の甲子園予選東、九州大会に進むが、一回戦でだいぶ、 上野隆高に赤敗高校同期に大学、プロ野球と行動を共にする岩岡康弘がいた岩岡とともに明治大学に進学。東京六大学リーグではエース秋山昇を要し、1953年、周期リーグの戦後初優勝を含め、在学中に3度の優勝を経験。1954年、1955年と、 全日本大学野球選手権大会での命大の連覇に貢献した。1956年に太陽ホエールズへ入団。同期の岩岡、秋山、土屋津市、沖山光俊氏と共に命大五人衆と呼ばれ、話題になった。同年は開幕から一軍で起用され、3月25日の広島とのダブルヘッダー第2戦には藤井サムに代わり、いきなり一塁種。 4番打者として初先発出場を果たす。しかし同年はこの試合も含めて3試合の先発にとどまった。その後は主に代打や守備固めとして起用されるが、1959年には自己最多の12試合に先発出場。1960年には実定の元康が入団。6月5日の国鉄とのダブルヘッダー第2戦では兄弟出場を果たした。 1960年限りで現役引退。引退後は元康と共に1966年に休成した岐阜の事業を手伝っている。ありがとうございます。